こんにちは、さきえです。今日はキッチンの名もなき家事10選をしようと思います。一つ一つは大したことないんですけど、意外とめんどくさいです。そういうキッチンの名もなき家事を紹介します。ではお願いします。冷蔵庫で冷え冷えの麦茶、夫は当たり前に飲んでるけど作るのは手間がかかります。冷蔵庫で冷え冷えの麦茶を作るには、まずはちょっと残った麦茶を捨てて夜間を洗うことから始めます。夜間のベトベト具合を見てくれたらわかると思うんですけど、私はズボラなので基本的に外は洗わず中だけ洗います。中が綺麗だったらね、大丈夫だから。我が家の水道には浄水器はついていません。なので水出し麦茶はできません。基本的にいつも沸騰させて麦茶を作っています。そして水入れです。この作業がね、地味に嫌いです。なぜかというとね、重いんですよ。どんだけ非力なんだって思うかもしれないんですけど、重いんです。あとね、水に勢いがないので時間がかかるので腕がプルプルしてます。IH にかけてだいたい20分ぐらいです。あとは冷ますだけ。名もなき家事2つ目、洗剤たちの詰め替え作業です。油汚れにちょいの逆さボトルを我が家は愛用しています。ジョウロ、詰め替えグッズみたいなのは使わないので、最初は負けるし最後は少しこぼします。最後少しこぼれるのはただ私が不器用なだけです。詰め替え作業めんどくさいから、できるだけ詰め替えたくなくてたっぷり入れてこぼすっていうのね、毎回やってます。手洗い石鹸も詰め替えていきます。ズボラあるあるなんですけど、容器と中身の洗剤が違う。容器はウォッシュボーなんですけど、詰め替えてるのはキレイキレイです。名もなき家事3つ目、夫が飲むビールを冷やします。冷蔵庫がそんなに広くないので、なくなったタイミングでいつもビールを補充しています。私はビールを一番上で冷やしてるんですけど、皆さんは何段目でビールを冷やしますか？何段目かによってやっぱ冷えてくるの違うんですかね。名もなき家事4つ目、ゴミ袋を吊るします。これが地味にめんどくさい。ゴミ袋をね、キッチンの一番下にしまってるんですけど、いちいちかがむのがめんどくさいです。取り出しやすい収納を考えてるんですけど、まだいい案が浮かんでないです。変えるのがめんどくさいので大きい袋を吊るすようにしています。名もなき家事5つ目、ゴミをまとめて玄関へ持っていきます。家中のゴミをまとめて指定のゴミ袋にまとめて玄関へ持っていきます。前はゴミ捨て場まで自分で持って行ってたんですけど、もうお腹が大きいので夫にその仕事は任せています。なので玄関までとりあえず持っていくようにして、あとはそこから夫が捨ててくれます。名もなき家事6つ目、冷蔵庫の在庫管理。冷蔵庫の在庫管理は大事です。子供のね、好きなヨーグルトとかね、気でかかってたら買わないといけないし、あと食材がどれだけあるか確認して足りないものを買ってきてもらったりします。名もなき家事7つ目、空き缶を洗って乾かしてリサイクルに出す準備です。よく洗わないと匂いが発生するのでね、気をつけてます。名もなき家事8つ目、お米の詰め替え作業です。我が家は夫のおばあちゃんがお米をくれるので、それを自分たちでついてきたのを食べています。10キロか15キロ袋に入っているのでね、そのままこう米を出して使うのってめんどくさいので、米びつに入れ替えて使っています。今はその作業中です。夫は白米嫌いなんですけど、子供たちは白米が大好きです。だからね、米があるのすごい助かります。
名もなき家事9つ目、キッチンを使いやすく改造。夫も週末料理してくれるんですけど、何がどこに入ってるかね、覚えてくれないので見せる収納にしています。名もなき家事10個目、キッチン用品の在庫管理です。私はストックする派なので、少なくなってきたら買うようにしてます。最後までご視聴ありがとうございます。名もなき家事10選、いかがでしたでしょうか。一つ一つは大したことないけど、結構めんどくさい作業たちです。キッチンの他にもね、他の場所でもこういう名もなき家事はあります。いつか紹介できればなと思っています。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。